皆さん魔法が解ける瞬間です。まず風船をちょっと膨らませてみましょう。このぐらいですね。しっかりと結んでおきます。さあ、もう一つ缶を取ります。こんな紐を用意しました。紐の先端には風船が取り付けられるように部品がつきます。ここにしっかりと固定します。ではここからよく見てください。この風船がだんだん軽くなっています。おお、引っ張りましょう。完全に浮きました。では魔法が解ける瞬間です。